清掃企画しているということなので、観光協会に話を聞いてみたいと思います。はい、岳温泉では毎年この3月にやっているおかみと過ごすひな祭りというイベントがございまして、今年なんと第20回大会を迎えました。はい、お日にちが3月5、6、7、8の4日間開催になっております。多彩なワークショップですとか、あとは特別講演会なども開催いたしますので、ぜひこちら岳温泉観光協会までお電話にてご予約お待ちしております。と、鶴しびなの方は昨年からずっと岳温泉街を飾るということで開催してまして、今年はたくさんの飾りを、お借りすることができました。で、こんな感じで店舗、旅館に飾ってあります。だから温泉街いろんなところに飾ってあるんですね。そうですね、本当にもうね、賑やかになりますよね。ね、だからこんなに満点にもつるしびなが飾ってあったんですね。つるしびなで心を癒して、満点の温泉で体を癒しに遊びに来てください。お待ちしております。